東京。はい、ということで東京にやってきております。ということでね、もうタイトルとかに出てると思うんですけど、私本日ピラティスを受けたいと思います。ということでピラティス Vlog 始めていきたいと思うんですけど、まあ、今回は青山の方に来ております。イエーイ都会。都会のねピラティスの方にやってきましたまあなんかお友達が、それこそ TWICE 友達が南青山でピラティスをやってるということで、今回は体験に来ました。ピラティス受けたことないんだけど、まあ、私美容健康が今年のテーマなので、しっかりとピラティスやっていきたいと思います。いや初めてなんだけど、どうしよう、怖いんだけど。今回行くのがここですね。タダン、なんていうものかわかんない、イップアイプわかんないんですけど、ピラティス6階の方ですね、行きたいと思います。緊張でございます。ということで、どんなことをするのか僕も全くわからないので、とりあえずは行って先生に会いましょう。それではカジャ、はい、ということでピラティス着きました。で、僕ももう着替えました。昔作ってたコーヒー、私がなんか絵描いたやつと、これユニクロのカウズとアンディ・ウォーホルとのコラボ。お尻も今日は動きやすい格好って言われたので、これにしました。ただ一つ懸念で、この T シャツちょっと生乾き臭いちょっと生乾き臭い、ちょっと、はい、ということで、アミ先生です。わガチガチの TWICE オタクです。ワンスでーす。ワンスでーす。いや、まずはそもそもピラティスとはっていう。ピラティス何ですか？はい、ピラティスとは、はい、まずインナーマッスルを使うので、はいはい、マッスルを使って姿勢改善だったり、姿勢改善、腰痛とか腰痛、もう腰痛肩こり今すごいの。まずは姿勢から直していきたいし、あとは痩せたいです。ダイエットももちろん、はい、ダイエットの効果ももちろん、もちろん、だってもうピラティスはトワイスちゃんもやってますから。ライオンさんもやってますよね。リヒョちゃんもやってるのかな。多分モモリもやってます。多分モモリもやってます。おちゃんも。多分やってます。多分やってます。おちゃんペンでーす。おちゃんナイスねー。見ました？最近の私のおちゃんの動画。ちょっと本当に反省してください。本当に可愛いから。本当に。今回のおちゃんのサイン会、本当に可愛いから。見たい。絶対見た方がいい。5万回見てください。ゴトゥーと絶対見てください。あ、ゴトゥー、今から来る人は旦那さんです。はい。一人でピラティス怖い。いや、そんなことない。最近メンズピラティスもすごい流行ってて、韓国とか海外ではメンズピラティスすごい主流だけど、はい、まだちょっと日本では男性はやっぱジムとか、うん、ああ、確かに。多いかなっていう。がっつり。じゃあ全然筋肉が全然違うってことですか？インナーマッスルとか筋トレと、うんうん、意識が変わるかも。ああ、意識が違うので。けどまあ私は姿勢もほんと綺麗だったんだけどな。来た。やっと来た、うちの旦那さん。ごめんなさい。うちの旦那さん遅刻して。すいません。本当に遅刻。話？姿勢改善と。姿勢改善。ダイエット。ダイエット。腰痛とか、もう肩こり改善、はい、ダイエットはもうずっと、まあ私漢方で痩せたいとか、もう医療でも何でも使いますよ、私は。医療でも何でも使う。それこそ最近はなんか出張が多いんで脂肪を取りたくないっていうので、脂肪をなんか軽減するみたいな、脂肪とかにならない飴がある、韓国に。そう、なんかスリムバニーっていう、なんかこう、あの手が早い、常に持ってんの、それ。あともうこれ、さっき言ってたこれスリムバニー、これ本当に飴、ただの飴で。かわいい。あ、どうぞ。ゴトゥーもいります。いただきます。こっちクマちゃん、普通に飴で、なんかタブレットみたいな感じなんだけど、どうぞ。いただきます。これ1日2個ぐらい、普通に飴です、はい、っていう感じで、私はもうずっと健康オタクで今年はずっとやってるんですよ。でもやって気づきました、動かないと痩せない。皆さん言っときます、これで痩せやすくなったりとかするけど、痩せはしない、結局運動なんて。運動します。ということでピラティスやってみます。はい、はい、YouTuber とか来ます？見た、ね、おー、
三上岩井先生、僕の唯一の自慢は三上岩井にフォローされてること。あ、そうですよね、そうですよね。では足骨盤幅に立ってください。はい、はい、でつま先はまっすぐ正面に向ける。で骨盤幅はだいたい拳1個半ぐらいかな。肩力抜いて、はい、じゃあ鼻で息吸います。吐いて前屈、ふーんで吐いて下まで、いけるとこまで。下で息吸って吐いてアップ、ふーで上がっていきます。ふーロールアップ、あと2回吸って、はい、両手は後ろに、後ろのバーを手添えるぐらいで、右足をアーチの上に乗せて、うそえ、これもう汗、これすごいんだから、すごい拷問器具。後ろ倒れたら一番痛いところで、そう一番痛いところ、はい、で一番痛いところでストップしたら、このまま上下にスライドする。上下にスライド。もうストレスが張り抜けよ、もう行ってもらおう。これ足かけられた瞬間、あ、俺逃げれないってどこにも行けないって思って、膝同士、もも同士を内にギューッと押し合う、内もも使いますえ、肩下げる、ちょっと今腕伸ばして、はい、美しい。お尻下ろします。すごいすごい綺麗。 OK、 足下ろしてください。またなんか拷問器具みたいに出てきたまたなんか拷問器具みたいな準備してる。
体が軽くなった気がする。てかなんか整体行ったみたいな感覚。嬉しい。筋トレはなんかもうこんななるけど、ピラティスありがとうございます。はい、ということでピラティス終わりました。いやけどなんかいつものなんか筋トレとかジムとか行くとかよりかはなんか筋肉痛とかなさそうですけど、これ筋肉痛ってないんですか？あるらしいです。え、あるんだ。わかんないな、内側の筋肉痛なったことないからわかんない、怖いんだけど。どうなるの？股関節はなりそうけど、めっちゃなんかお通じ良くなりそう。めっちゃおなら出そうでしたもん。超我慢した。ということでピラティス初日神様だー。ぜひ皆さんも来ていいんですか？男性も女性も大丈夫なんですか？イプさんです。イプさんのアミちゃんです。お願いします。ということで皆さん次の動画でお会いしましょう。レッツピラティス。